連続で動いていこう。もう一回シャッフル行こう。もう一回シャッフルね。ミレーつけてね。マーカーのとこは細かく、ここはあとジョグでいいよ。私もしっかりね。もう一回シャッフル。いいよ。もっと高く高く高く。高く高く。そうそう。こう。真ん中タッチして真ん中タッチしっかりいくよ。いいよ。オッケー。こっちね、こっちの人こっちね、こうゴール分けてるからね。オッケー。新加入の和田です。初登場、嬉しいです。Thank you. メグだったか。うわ、待って。で、なんか俺、YouTuber。今、コウダイ君動画見ながら入ってきたんかと思った。おこにち？おこにちです。マジか。突撃おこにち。びっくりした。なんか見てるわ。はい、というわけで、今日は鹿児島戦の前日の日でした。まあ、今回も移動距離と時間が長くて、まあ、今回は飛行機での移動だったんですけど、まあ、途中大阪で乗り換えが1時間ぐらいあって、まあ、結構時間かかりましたね。まあ、こんだけ遠くまで試合しに来てるんで、明日しっかり勝って笑って帰りたいですね。もう12時前なんで、そろそろ寝ようかなと思います。明日はまたナイターの試合なんで、まあ、ちょっとゆっくりな準備になるんですけど、ナイターの方が、あんまりバタバタせずにゆっくり準備できるんで、個人的には好きなんですけど、まあ、あんまりのんびりしすぎないように、だらけちゃわないようにちょっと注意しながら準備していこうと思います。どうして寝ますかね。まあ、そんな感じで、寝ます。おやすみなさい。
はい、今3時なんですけど、もうちょっとでミーティングしてから会場に向かいたいと思います。多分僕は今日ベンチスタートだと思うんですけど、まあ雨も降ってきましたし、どんな状況になるかわかんないんで、しっかり準備していこうと思います。まあ鹿児島は結構パスをつないできて、結構攻撃的に来るチームなんで、本当にドリブルだったりパスだったり、上手い選手いっぱいいますし、しっかりと選手の特徴を見ながら自分が出た時のことを考えながら準備していきたいと思います。今日相手に、サヌキで一緒にやってた砂森和也っていうのもいて、砂と試合できるのすごい楽しみなんですけど、やっぱり一緒に試合したいなと思うんで、試合に出れるチャンスをね、伺いながら、試合に出たら思い切ってやっていこうと思います。砂とは同い年なんで、サヌキでも本当にしんどい時一緒に頑張ってましたし、サヌキの時結構監督コーチから叱られることが多かったんですけど、で僕とか砂とかその辺が結構怒られてたんですけど、一緒になって怒られたりしてたんで、なんかこうそこでちょっと絆生まれたりしてましたね。まあそんな感じで、すごく今日の試合楽しみなんで、しっかりと準備していきたいと思います。行ってきます。はい、ホテル帰ってきました。試合は、2対1で勝つことができました。まあ雨と雷で、ちょっと1時間ぐらい開始が遅れてしまったんですけど、まあ、そんな中でもしっかりと勝ち切ることができました。後半戦始まってから3連勝ということで、いい流れに乗れてると思います。これで今順位が2位になったと思うんですけど、この流れをまた続けていけるように、また来週から、しっかりとやっていこうと思います。まあ、次は宮崎戦なんで、次はホームで試合があるんで、しっかりと準備していこうと思います。まあ、今回はベンチで、試合には出れませんでしたけど、また次の試合があるんで、しっかりと準備していきたいなと思います。まあ、砂とも試合したかったんですけど、まあ次の機会にということで、また楽しみにしておこうかなと思います。そんな感じで、もう今10時半ぐらいなんですけど、まあ、試合開始が遅れた分、ちょっと晩ご飯も遅れてしまったんで、今から晩ご飯食べようと思います。まあ、また岩手に帰って、しっかりと準備していきたいと思います。お疲れ様でした。フランスで